まっすぐこう、そう。ピンとしないでいいです。いいですか？イメージ的にはお尻の上に腰があって、腰の上にお腹があって、お腹の上に胸があってって感じで。ね、踊りと一緒、こっからプーッとこう、つらされてる感じ。感覚でこう。それが、こういうふうにはならずに、少しこういうふうになるはずです。そう、ふわっとして。そのまんま三味線が持てればいいってことですね。はい。はい。はい、持ってください。そうそう。近いか。持ってるかい。いいよ。まあ、点と引いて。じゃあ、三。はい、点。はい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 。オッケー。はい。じゃあ、点、点。あ。はい。はい。はい、じゃあ、てんてんてん。上手だ、上手だ。もう一回、てんてんてん。そうだ、はい。てんてんてん。さあ、はい、じゃあ今度は、ててん。はい、ててん。はい、もう一回。ててん。もう一回。ててん。はい、ててん。おや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 。てんてん。てんてんは二人とも正解。ててん。あ、違う。手拍子で言うとね、てんてん。手拍子で言うとててんは。てんてんがゆっくりで、ててんが早いもんだと思ってたでしょ。ね。てんてんを速くしたって、てんてんの速いやつなんだよ。ててんっていうのは、これがててん。てんてんはこれ。てんてんはどんなにゆっくりやってもてんてんだし、速くやってもてんてん。てんてん。ててんは、てん。てん。そう。そう。一回のバウンドで二回目弾けちゃったな。あれ？一回しか弾かないつもりだったのに二回目が弾けちゃったなって、あの感覚でしょ。はい。ね。これを確実に覚えてください。これが、てんてんとててんです。ててんの勉強です。とっても大事なことです。